スペースビズ編集長の太田です。私の心に響く名言は、皆さんの心を癒し励まし、より豊かな人生を歩むきっかけになるような名言を一つご紹介します。今回は吉川英治編です。宮本武蔵で大衆文学に新境地を開き、三国志、新平家物語、四本太平記など大作で国民文学作家となりました。名言は、我以外皆我が師です。この名言は、長所に学べば悪人なしという考えで、さまざまな方から学び人生の師とするといったことでしょうか。数多くの人間がいると、個性の数だけ長所と短所がありますので、良いところを学んでいけば一生学ぶ材料が尽きないように感じます。さらに積極的になると、短所からも反面教師として学べるので、魅力ある人間性が身につきそうですね。ご清聴ありがとうございました。チャンネル登録もお願いします。上にマークです。お願いします。